晴らしい。ここはまだ盗賊に荒らされてはおらん。教授、あれはこの箱はもしや死人の書に伝えられるあの闇の剣。教授、教授、しっかりしてください。あれこそが闇のパズル。激烈バトル闇のゲーム。昼休みだぜ。バスケやるぞ。女子も混ぜてやるぜ。おい、ユギ。一人で遊んでばっかいないで、たまにはバスケでもやらないか。え、あ、いいよ。僕の入ったチーム負けちゃうから。それもそうだな。よし、みんな行くぞ。たまにはみんなでゲームやりたいな。カバンにたくさんゲーム入れて学校に来てんだけどな。あ、そうだ、今日こそあれを完成させるぞ。いつも持ち歩いてる宝物、この箱の中に僕の宝物が入ってるんだけど、絶対秘密。それではクイズです。この中の宝物は見えるんだけど見たことないものです。さあ、なんだと思う？その答えは、お、城直樹くん。遊戯、何独り言言ってんだ。見えるけど見えねえとか、わけのわかんねえこと抜かしやな。あーが、返してくれよ。返して。ったく、いじいじとこんな箱大事にしやがって。あのな、ユイ、お前のそういうところ、なんつかこう、煮え切らねえっつうか、イライラすんぜ。お前を男らしくするため指導してやる。そら、この箱取り返したいんだろ。なら思いっきりかかってこい。僕、喧嘩とか暴力大嫌い。あー、根性はねえのに声はでかいな、おめえ。あ、とにかくその箱返してよ。そうだ、やめろ、城之内。お、何か用かね。1年生のくせに生徒会長に立候補して落選し、お掃除委員になった本田くん。お掃除委員ではない、理解委員と言え。お前も声でかいな。そう、確かにお前の言う通り、俺は生徒会長に落選したが、そのことで俺は一回り大きな人間として生まれ変わったのだ。理解委員となり。ところで、この箱何が入ってんだ？見てもいいけど、絶対なくさないでよ。すっげえ大切なものなんだから。人の話くらいちゃんと聞けって。なんで、つまんねえもん。まさき、アンズ、つまんないならさっさと返してあげなさいよ。それに、弱い者いじめするあんたの顔の方がよっぽどつまんないよ。弱い者いじめじゃねえよ。俺は遊戯を男らしくしてやろうと。お黙り。あ、美穂ちゃん。あ、ごめん、美穂に怒鳴ったわけじゃないのよ。ちょっとびっくりしちゃった。購買部すっごく並んでたからお昼まだなのよ。え、そりゃいけない、すぐ俺が買ってくるよ。ああ、待て、俺も行くよ。もう、あいつら。くそ、あいつムカつくぜ。美穂ちゃんの悪口はやめろ。誰が野坂美穂の話したよ。まさきだよ、まさき杏子。くそ、誰が弱いもんいじめだ。君たち、いじめがどうしたって？あんでもねえよ。ああ、いや、なんでもありませんです、本当に。いじめはよくありませんよ、いじめは。はい、分かってます。ああ、それから、学生服のボタンはきちんと止めるように。あ、はい。うん。だな。てめえ苦しいじゃねえかよ！バカ！お前相手が誰だか分かってんのか？風紀委員の牛尾さんだぞ。学校の規律は全て彼が仕切ってる。すごい人なんだ。けどうだかな。ああいうのに限って陰で何やってんだか分かりゃしねえよ。バカ言うな。さすがだな。
アンズの一言で結構ビビってたもんね。ああいうのはね、こっちがおとなしくしてるとつけ上がるんだよ。遊戯もたまにはガツンとかましてやんなきゃ。でも城之内くん、そんなに悪い人には。そんな人のいいこと言ってるからバカにされるんだよ。ところでさ、何なのこれ。そっか、これアンズにも見せてなかったっけ。秘密守るなら見せてあげるよ。うん、守るから見せて見せて。綺麗じゃん。これなんかの部品？バラバラだけど。パズルだよ。まだ完成させたことないから、どんな形なのかわからない。つまり見えるんだけど見たことないものなんだ。なる。僕んちゲーム屋だから、いろんな国のゲームが揃ってるんだけど、これ昔店の棚の隅っこでホコリかぶってるのを見つけてもらっちゃったんだ。エジプトの遺跡から発見された珍しいパズルだって。へえ、エジプトね。ほら、箱の周りに変な文字が刻まれてるだろ。僕が推測するに、こんな意味のことが書いてあると思うんだ。このパズルを解いた人には漏れなく願いを一つ叶えてあげよう。ってさ、いやちょっと都合良すぎるから。なんかバカにしてない？その目。なことないよ。で、何なのその願いって。ダメダメ、これだけは絶対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 秘密だからね。お、なんだそれ。さっき遊戯の宝の箱からこっそり持ち出したもんよ。チラッとしか見えなかったけど、パズルのようなもんだったことは確かだ。つまりよ、このパーツ一個でもなくなりゃ宝であって宝でなくなるってわけよ。城之内、お前昔っからしょうもないやつだったが、本当にしょうもないな。少しは心の美化を図ったらどうなんだ。え？そういやお前、弁当買いに行くんじゃなかったのか。え？あっ、お腹すいたな。いけねえ。何が宝だ。いつまでも子供みたいに。勇気の野郎、そういうところがムカつくんだよ。一つ、我々は世の規律を守るために尽くす。尽くす尽くす尽くす。一つ、我々は世の正義を守るために戦う。戦う戦う戦う。付近の人たちだ。邪魔にならないようにそーっと。ちょっと待ちたまえ君。武藤優衣君だよな君。はい。実は君に聞きたいことがあってね。君、クラスの特定の生徒にいじめられてるんじゃないのかい。え、僕そんなことされてないですよ。まあ待て、そういう人間こそそう受け答えするものだ。こちらでちゃんと調べはついているのだ。だが安心していいぞ遊戯君。今日からこの牛尾が責任を持って君のボディーガードを買って出よう。え、あ、でも僕本当にそんなことないですから。あ、失礼します。何なんだ変な人。遊戯君、この牛尾がついていれば君の学園生活はバラ色になる。遅かったの、ユーギ。ただいま、じいちゃん。いやー、それにしてもアンズちゃん、しばらく身内に大きくなって、特に胸じゃ、いよいよ80の大台ってところがあの。何なのこのじいさん。あ、それはそうと、ユーギ、アンズちゃんに聞いたぞ。例のパズル、まだ諦めておらんかったのか。誰が諦めるって。あのパズルは人知を超えたもの、お前には無理じゃよ。まあそれにいろいろな曰くもつきまとっておるしの。曰くって。千年パズルが見つかったのは今世紀初頭、イギリスの王墓発掘隊が王家の谷のファラオの墓から持ち出したものじゃ。じゃがその後、その発掘に立ち会った者は全員謎の死を遂げている。最後の一人はこう言い残して息絶えたそうじゃ。
闇のゲームと。遊戯、なんかやばいよそのパズル。闇のゲームってなんだろう、気になる。あれ、この箱に刻まれた文字、我を束ねし者、闇の知恵と力を与えられん、そういう意味じゃ。ということは、そっか、やっぱり願いが叶うんだ。燃えてきた、絶対完成させんぞ。やっぱそれ返して、高く売れそうだもん。結局高く売りたいだけじゃん、やだよ。ここから先が詰まっちゃうんだよな。まだやっとるんじゃの、8年もずっと。よくも諦めんと。さすがはわしの孫じゃ。じゃがそのパズルを解いた者は闇のゲームを受け継ぐと、あの死人の書の一節にある。完成させぬ方が良いのかもしれん。遊戯君、ちょっといいかな。牛尾さん、何ですか僕に見せたいものって。まあついてきたまえ、きっと喜んでもらえるはずだ。はっ、いって、そのうちか、本田君。どうだね遊戯君、これって一体。言ったはずだよ遊戯君、この牛尾が君のボディーガードを買って出るとね。だから制裁を超えてやったのだよ、このいじめっ子にね。そんな、牛尾さん、こんなのひどすぎるよ。大丈夫、城之内くん、本田くん。遊戯、てめえ、気が済んだかよ。違うよ、僕がこんなひどいこと頼んだとでも。どけ遊戯、まだ制裁は終わったわけではない。やめてよ、もう。おやおや遊戯君、こいつらをかばおうっていうのか。変なやつだな。今までの恨みを晴らすチャンスなんだぞ。殴れよ蹴れよ。友達にそんなことできるわけないだろ。友達おめでたいやつだな。友達だと。日頃お前をいじめてパシリをさせてきた連中だぞ。いじめなんかじゃないよ、城之内君は僕を男らしくするために。まったく変なやつだね君は。まあいい。ところで遊戯君、君には払うもん払ってもらうぜ。ボディーガード料締めて20万。20万？どうしよう、20万だって。そんな大金があるわけないじゃないか。どうしよう、どうすれば。なんだ僕は、こんな時なのにパズルをやってるなんて、そんな場合じゃないのに。あれ、でもいつもよりできてる。変なの、気分最悪なのに。今日はスラスラパズルが解けてく。ほら、すごいよ、ひょっとして、ひょっとして、やった、できた。あとはここに最後のパーツをはめ込めば完成だ。はい、最後のパーツが。そんな。だから言ったんだ、ああいうやつは裏で何やってるか分かんねえって。そりゃ俺が言ったんだろ。そうだっけ、どっちでもいいけど。友達にそんなことできるわけないだろ。とにかく俺は美化委員として。聞いてんのか？ああ、おいおい、あのパーツがなきゃパズルが完成しない。そしたらどんな願いも叶わないよ。頼むから学校に会って。いやあ遊戯君。牛尾さん、早速ボディーガード料を持ってきたのかね。いい子だ。違うんだ、僕はただ忘れ物を、きっと学校に置き忘れてるだけなんだ。それ
に僕には無理だよ。うん、そうか。どうやら君には教育が必要なようだな。はっ、やった、見つけたぜ。お、理解員として汚れたものは見過ごせないからな。ただしそのタオルは新しいのを買って返せよ。なんだって、このドケチ野郎。あいつ、今日はこれぐらいにしといてやる。明日はちゃんと教育の成果を見せてくれよな。おい、ん、なんだ、いじめっ子くんたちか。ユギ、おい、しっかりしろ。僕、パズルに親友が欲しいって。牛尾さん、俺は今日まであんたを尊敬してたんだぜ。それがこんな、ただじゃ済まさねえ。おお、2対1なら俺に勝てるとでも思ったのか。僕はパズルに願ったんだ。親友が欲しいって。どんな時でも裏切らない、そして裏切れない親友。どんな時でも裏切らない。俺に逆らうやつはこうなる、覚えておくんだな。正之内くん、お腹が、ダメだ、起き上がれない。こんな時に僕は。これは、さあ、ゲームの時間だ。うん。うわあ、なんだこれは。貴様、ユギ。やあ、牛尾さん。あんたが欲しがってるものはここにあるよ。何、金のことか。なんだ、持ってきたのか。だったらあんな目に遭わずに済んだもの。さあ早く渡せ。そう簡単に渡しちゃつまらないな。なんだと。どう、俺とゲームをしようぜ。ゲームだと。それもただのゲームじゃない、闇のゲームさ。は、面白い。この牛を今までどんなゲームにも負けたことなどない。受けてやるぞ。さすが牛尾さんだ。そうこなくちゃ。ルールは簡単だ。そのトランプを交代にめくって出た数だけ上に登る。もう一人はその分下がってしまう。早く上へ上がった方が賞品を獲得できるってわけさ。よし、わかった。じゃあまず俺からだ。ダイヤの10。どうだユギ、勝たせてもらうぜ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と。こっちは13。何？スペードの2、どうだ、すぐに追いつくぞ。そうはいかないね。スペードのクイーン。なんだと。ダイヤの3。ハートの9。クラブの6。スペードのジャック。どうした牛尾さん、もう後がないね。こっちはあと一歩で頂上だよ。うるさい。次に俺がいいカードを引けばあっという間に逆転を。うお、ジョーカー。残念だったね、牛尾さん。ジョーカーは外れだ。俺の番だな。なんだと、ふざけんな。貴様最初から仕組んでいたな。ダイヤのエース、俺の勝ちだ。許さん。ルールを破るのか。そんなことをするとはとても恐ろしい目に遭う。黙れ。やはりルールを守ることができないようだな。こちら。やったぞ。なんだこりゃ、金じゃないぞ。闇の扉が開かれた。なんだと。うおー。
闇のゲームは人間の本性を暴き出す。あんたは自分の欲望の闇の中に飲み込まれていくんだ。何？大丈夫、北はまだ死にはしない。牛尾さんだ。牛尾さん、どうしたんですか。お母ちゃん怖いよ。牛尾さん、どうしたんですか。牛尾さん、しっかりしてください。ね、聞いた、うん、牛尾さんでしょ。なんでもすごいショックで入院したんですって。どうしたのかしらね、あんな人が。僕の宝物よ、遊戯。あ、長老地くん、おはよう。俺もよ、お前を見習って宝物を持つことにしたぜ。見てか。残念、俺の宝物もよ、見えるんだけど見えねえ。だから見せられねえのさ。あれ、なんだ今日の俺は。見えるんだけど見えないもの。それは友情さ。なんだ。俺とお前は互いに見えっけど、友情ってやつは見えねえだろ。なんで今日の俺は恥ずかしいセリフがこうポンポンと。それじゃあな、授業は始まんぜ。あ、長男くん、靴を落としてったよ。アンズが奴の手に。人質をかけた決死の闇のゲームが今始まる。そして次なる敵、噂のモンスターカード最強のライバルが間もなく登場。さらに離職ハンターの魔の手も迫っている。次回、遊戯王、悪魔ゲーマーの地獄の罠。さあ、ゲームの時間だ。